神上もさやかです。スーパーマリオ伝説パート44です。今日はのこのこレースからやっていこうと思います。何気に3本撮りの3本目なのでちょっと集中力の自信がないですけど頑張ってやっていこうと思います。とりあえずはのこのこレース、失われた国レギュラー上まで行くレギュラーカップです。あんまり長いとな、リスタートが大変だからな。さあみんなどうやって行きます？普通に行きますか？とりあえずは、とりあえず普通に行くよね。おー、そのまま行けたらいいけどね。そのまま行くか。みんなここはさすがにさ、赤くんは？赤くんが見えないよ。あ、それで行ける？赤くんそんなに速くない。次からはあれで行こうか。で、あー、はーい。なんか結構今、あー、なんか今上手くなかった。なんか今上手かったなんか知らんけど上手かった。どうやってやったんだ？待って待って待ってここでこう、ん？どうやってやったんだ？ここ、ん？こうか。待って待って待って、帽子出さなくていいか。ちょっと待ってね。あ、違う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 、壁ジャンプして、こうか。待って待って待って、もうちょっと上手くなりたい。もうちょっと上手くなりたい。あ、ちゃ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 、こうだね。はい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 。あー、にゃんちゃった。オッケー。で、ここ？はい。あー、なるほど。ほい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 、オッケー。なんか最初から完璧を目指そうとしていきなり結構リトライをした気がするはい、レギュラーカップ何分ぐらい？9分ですね。さて、今のショートカットできる？変に失敗しなかったら勝てるぐらいかな。まぁ、ちょっと金の子くんを監視していきたいね。とりあえずここはペルペルしてるでしょ。こんなね、岩に当たらないように注意で。あーね、ここでね、タイミング悪かったら当たっちゃうんだよね。あー、間違えたね。君のここいる？いるね。そっち行く？オッケー。なるほどね、当たって。はい、何してんの？あー、待ってんのねここ当たる？おー、かっこいい寝よけ方金の子くんかっこいい寝よけ方。はっ、最悪だわ。それズルわ、それズルだわそれズルだわ。確実にそっちの方が早いよね。あ、行っちゃってんね。なるほどね、わかった。あ、待って、リトライする前に練習しよう。あ、間違えてやめちゃった
勝ってるけど嫌だな勝ってるけど嫌だな。キノコくんは一緒か。うわ、勝ってるけどすごいダイオンが嫌だなすごい嫌だな。勝ちました。まあしょうがないかな。途中ねやり直そうと思ったんですけど、ちょっとキノコくん見てみようと思ってもう一回どうやってるか見とこうと思ってたんですけど、いや、まあいいや、リアル時間もったいないし。いや相変わらず早いねみんなそうね7秒ね、そうね、7秒いけそうな気がする。ちょっとはいちょっとかちょっと時間かなり悔しいけど、まあいいでしょう。はい、ちょっとトリップしまして、のこのこレースの後に前回のラストでやった、残りのパワーモンを集めて今全部ある状態ですね。であとパープルコインを録画外で5個ぐらい取って、あと3個なんですけど、残り3個がどこかわからないので、とりあえずは失われた国のパワーモンを全部取ったっていう体で次の国に行っちゃおうと思います。はい、ショップに新しい商品が増えた。アップデでなんか増えてたんですけど、なんかちょっとその増えたやつがすごい気になってる。まだお店見てないからわかんないですね。ではいよいよ都市の国ですね。半分ぐらい2周目も半分ぐらいですね。わあ、都市の国ニュードンクシティ、もう平和になっていつも通りの毎日を過ごしてる感じですかね。で服もちょっとノスタルジーな服だっけな、かなんかに変えてます。どこだって、あ、近っ信じられないぐらい近いわ。これは見ないじゃない、スキップせずに見ようと思います。背景がね綺麗なので、もうスキップしてる時が背景が汚いとかそういうことを言ってるんじゃないんですけど、雲一つないね、天気いいね。何個ぐらい増えるんだろう。さてさて、結構増えてますな。というわけでぬるぬるとやりたいので、アミーボを3人入れたいと思います。
リンクタンとゼルダとリーバルに探しに行ってもらおうと思います。さて、ニュードンクシティは読んでない？いや、記憶がない。読んだかどうか、読んでない気がするけど、ちょっと確認しよう。動画を見返して、写真ここで撮った気がするわ。そんなセリフで、ここは何もないと。では行っちゃって、はいどん。久しぶりだな。市長はすごい方ですね。そう、私コメントで知ったんですけど、ポリーンってマリオの元カノなんですね。知らなかった。今のマリオの本命はピーチ姫っていうことでいい。はい、ズバリ小さなモーターを鳴らせて。は？全く分かんない。小さなモーター、小さなモーター、レースってなんだ？ああ。全然わかんないな。わからん。さっぱりわからんので諦めましょう。あー、縄跳びとか見たくないもん。見ちゃった。教えて。音符集め、飛び出た都市の木箱から。はい、キノピオ隊長。このキノミ気になるな。あ、これじゃん。あった、これ入れちゃおう。もつ入った。これし、あん、あー、ここに3つあるわけじゃないのか。これってなんか移動するくない？あー、なるほどね。どっちから？こっちからかも。そらマリオにしよう。これをよいしょ。動き方がかわいい。これをね、こうする。まあ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 、いい。音が気持ち悪い。ジュルジュルリンって言ってる。マーリー。愛の動き方、まあ細いもん。はい、B。おお、入った。マーリー。お、イエーイ。はい、これはスーパーマリオです。完成マリオの看板。なんでマリオの看板なんだろう。そこに疑問を感じざるを得ない。はい、アクションガイド知ってる。聞いたことがあるんじゃろうな。ミニカーも取ったでしょ。遠いね、また。もう一回。まあ、無理でしょ。こう、うまくさ、使えないんだよね、コロコロ。怖くて。
お、すごいいい感じじゃない今の。都市の国でチクタクアスレチック3か。はいはい。せっかくこっち来たから、こっち側なんかないかな的な感じで見ていって、あ、あるね。さあ、こっちは何か、あ、こっち側に行きそうだね。どうですか？なるほど。よいしょ。そい。奥行きがね、ちょっと私奥の方だったね。もうちょっと手前に。これせっかくさ、クロスでさ、ライン引いてくれてるんだからさ、活用しないと。だよね。だからこう。え？なんで？いつの間にか奥の方に行っちゃうのかな。怖いのかね、落ちるのが。よいしょ。よいしょ。今度こそ、今度こそ。そい。オッケー。都市の国でチクタクアスレチック1。ちょ、待って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 。今完全に上見てた。あのこの上にパープルコインが見えたから。あ、かわいい。マリオかわいいじゃん。どうしよう。この上に登りたいんだけど、登り方がわからない。3度目の正直。それは帰りの交通費。何を言ってるんだ。話題の名作が上映されてる。こんなか。ちょっと待って、パープルコイン取らないと忘れるって。あれどうしよう。でも上から行った方がいいよね。カックいないかな。カック、上ってどこだろう。ミニカーチャレンジ。ミニカーなんてあるの。のこのこレース。上、ここ上っぽいな。上から見下ろした、見下ろしてからの方がいい気がする。あそこにも行ってみたいんだよな。すごい気になるとね。つまりね、うわ、上めっちゃあるね。こっちじゃない私が。こっちな気がする。あ、むしろこの下、ここの下のことなのでは。うん、だねだね。よかったよかった。うーん、楽しいな。ビルとビル楽しいね。あ、これ行くか。あと10分ぐらい。何かしらこれ。何かしら。あの P を押したらなんか出るんだろうな、前に。アクセル。難しいな。これ途中でパワーモンあるやつですか。なんか今んとこ順調。やばい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 。あー、終わった。これ最初からの方がいいな。下手に生き残るより最初からの方がいいな。あ、そっか、なるほど。優しい。なんて優しいんだ、お助けモードよ。いや、でももうなんか失速しちゃってるな、私。完全にし、あ、飛ばせる。あー、ファームンがある。あー、ファームンがある。もう一回来よう。これ勢いで行きたい感じだね。フルスロットルで走りに行け。え、雨？雨降ってる。もう一回行きます。こっちは？なるほど。
あー怖い慣れないことするもんじゃないな。そりゃ簡単かこんなの。ほいほいほい、あーどんよし、あこっち、怖っ。ちょっと猶予ある、ちょっと猶予あるけど、ちょっと猶予今の戦車に落とされたでしょう。ほい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 、ナイス。フルスロットルで飛び越えて、へいへい、バイクちょっと苦手だな私。うん、よし、というわけで2個取れましたと。パープルコインもないね。さて、ここはごちゃごちゃしてて楽しいけど、実況的にはとても悩むのであった。あそこのパープルコインが欲しいな。これは上に行く。もうなんもない。じゃあ、おお、え、ウサギの声する。あ、ウサギいる。ちょっとそういう系ですか。厳しいね。マジなんか、うーね、どんだけなのどんだけなの。あ、待ってよ。あ、むしろこれ当たっていく。あ、当たった。あ、行っちゃったのね。よっしゃ、はい、ビルで捕まえたぴょん。これはドーンあ、向こう側ね。これは普通に行っていくか。よいしょ。あーっとっとっと、暴走した。こうしたかったこうしたかったけど、うまく決められなかったと。よいしょ。100個あんのここ、今更ですが。あれ、おい、もうなんか3個ぐらいなかった、気のせい。あーちょっと待ってまずこっち、なにこれ、ゴミ箱はい、ゴミ袋の下にこのゴミ袋このゴミ袋はそんな投げちゃって大丈夫なものなんだろうか。おっとっとっと、これはめっちゃあるぞ。缶詰、これは下に降りた時よ、それとも下になんかある、ありそう。ああ、こういう風にもいけるってことか。なるほどな、面白いね面白い都市の国。あ、これだな、多分私さっき言ってたやつ。はいはい。あ、え、あ、え、どうやって持ってくんのこれ。え、どうやって持ってくんのこれ。あ、このタクシーから行けるかな。種を持っていきましょう。よいしょ、持って、よいしょよいしょ、ほい、あーっと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 、よし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 、お届けに上がりますよ。よいしょ。あ、なんちゅうことなかったですね。ほい、でまた取りに来なきゃいけないんだよね、忘れずに。
ほいへー。あ、時間やばい、そろそろあと2分ぐらいだから、なんか1個取りたいな。ホリーンがいる。ちょっとなんか、この直線上に何かある。あ、あれね、あれやって終わりにしよう。やったよ。あ、種ある、種、種持ってこよう。もうこんなところに。あ、じゃあここから行けるか。すげえね、マリオさん。あれ、どこ。あ、こっちだ。こっち行って、こう、ほい、ナイス。ここに2個ある。この上、この上に行くためには、ここ壁ジャンプでいいかな。その前にこっちの裏が気になるが、何もない。じゃあここ壁ジャンプして、ほい。なんでなんで動いたの。どういうこと。上に行く、上に行くったってな。なんか、あ、なる、ここで壁ジャンプ。上から降りるしかないかな。あ、こんなところに。ほい。あ、なんで。危ない。とりあえずこの上登らなきゃいけないのかな。もう一回。これ何。ああ、入れろっちゅうこと。はい、ゴミ箱に入れろっていう話じゃなくて、わかんない、ちょっとわかんない。待って、その前にこれを忘れちゃいそうなので。できた。で、綺麗に落ちたい。オッケー。飛び出た木、都市の木箱から。あー、あれのやつか。よし、じゃあ今日はここまでにしたいと思います。ありがとうございました。